じゃあ始めますか。リナロの平松です。リナロをご存知の方ってどのくらいいらっしゃいますか？あ、だいぶご存知なんですね。よかったです。よく企業さんもあると謎の企業扱いをされますでですね、この話、今回ちょっと話したいのが、リナロコネクトっていうところで話したですね、内容なんですけど、実はもうすでに先週行われたんですけど、実はすでにリソースとかっていう形でスライドとかですね、ビデオが、ウェブサイトに上がってますので、ここからダウンロードすることも可能です。ではですね、ちょっと軽い話なんで、実はそんなに重い話じゃないんですけど、ベターファンクションテストを書こうっていう話です。で、肝はですね、この後ろの G コブを使いましょうという話なんで、で、私自身なんですけど、ご存知の方います、いるかと思いますけど、テックリード、リナロという会社ですね、テックリードをしております。で、あとカーネルの方のメンターの方に一部行っております。それでですね、今日ちょっと話す内容なんですけど、ファンクションテストを、ちょっと紹介して、ファンクショナルテストなんですけど紹介して、GCOB と L コブ、使い方、ご存知の方もいると思うんですけど紹介してですね、で、それ使って、どうやって、いいファンクションテストを書くかっていうのをエフトレステストというのを使って、試してみましたので、それの、を起こしていきたいと思います。で、まずファンクショナル、テストなんですが、これがどういうものかというとですね、基本的にはフィーチャーとかファンクション、機能をですね、テストするというものです。で、ファンクションレベルのユニットテストではないです。で、ストレステストでもなくて、レグレッションテストの、カインドオブということで一種だと思ってください。で、このファンクショナルテストのですね、ゴールとしては、それぞれのそのファンクションがですね、予想した通りに、期待通りに動くよねということを確認したいと。で、それによって、ソフトウェア、ここではカーネルですけど、カーネルがアップグレードとかをしたときに、期待してない動きをしないように、リグレッションが発生しないようにするというのが、主な、目的です。で、このファンクションテストって Linux カーネルの中にどのくらいあるのかなと見てみるとですね、いろいろあって、例えばブートタイム、起動時に自分自身テストするようなものっていうのがよくあります。セルフテスト。で、あといくつかのですね、サンプルコードとかとして、モジュールが入っているというようなこともあります。で、あとはですね、コンフィギュレーション設定しておくとランタイムでテストするような機能もあったりします。で、最近行われているのは Kselfテストという形でカーネルの中にテストコレクションを入れてしまおうという、ソースツリーの中に入っているので、ユーザー空間で動かしたりすることで、そのカーネルのテスト機能のテストをしていくという、ものになります。で、こういったテストがあるんですけど、まだやっぱりカバー率がですね、良くなくてですね、どういうことがよく起きるかというと、バグが発見されたりすると。で、なんでこれ、このバグ、簡単なバグなのにテストされてなかったんだろうとかですね、新しいじゃあテスト書こうと思ったときに、どの機能がテストされてないんだろうっていうのがよくわからなかったりするというのが、一般的な問題になりますと。で、この時に、じゃあ、やっぱり、それ測る、なんていうか可視化するためのツールっていうのが必要ですよねということになってきます。で、このためにですね、ソフトウェア、GCC のですね、中に、実は GCOB とですね、LCOB はちょっと GCC と違って LTP なんですけど、LCOB という、機能がありますと。で、GCOB はですね、カバレージのメジャーメントをするためのツールで、GCC の中に、同梱されているものですと。で、これはもうコードの中のライン1行1行どのくらい実行されたかということを、示すためのツールです。
で、これに対して L コブがですね、この G コブのラッパーになっていて、まあ、あの一度にあのいくつものファイルを処理したりですね、あとはまあそれをあのビジュアライズする、まあ、分かりやすく表示するために HTML で、表示するような機能とかもついています。でこれのですね、L コブのエグザンプル、例なんですけど、こんな風になります。まあ、実行するとですね、こういった形で、ディレクトリーごとにどのくらいあのカバレッジ、ありますかとかですね、その、 あのサマリーとかが上に載ったりします。で、これ、まあ、クリックしていくとですね、最終的にはソースコードのラインまでたどり着くんですが、ソースコードビューで見ると、まあ、こういう形で、それぞれの、行もですね、左側にですね、何回実行されたかっていう話と、あと0になっているところはちゃんと赤く表示されて、ここカバーされてませんよというのが分かりやすくなるようになります。で、まあ、こういった、機能があると、要はテストを書きやすくなるよねという話ですね。で、G コブはですね、使い方非常に簡単で、ユーザースペースでの使い方、まあ、ここに載せてますけど、この F プロファイルアークスとですね、F テスト、カバレッジというのをオプションとして付けてビルドするだけです。で、これをするとも、あのビルドされたソフトウェアがですね、この、カバレッジのですね、情報である GCDA とか GCA ノートといったものを、ファイルとして吐き出すようになります。で、あとは、まあ、ユーザーとしては GCOB でですね、ソースファイルの、名前を入力してやると、結果を表示すると。で、LCOB も基本的に同じで、実行するコマンドがちょっと違うだけです。LCOB の方は LCOB コマンドを使って、であと GenHTML というのを使うと、処理したファイルから HTML をあの出力するという形になります。で、実はですね、この GCOB の機能を Linux カーネルの中に入ってまして、要は Linux カーネル普通にまあ動かす OS なので、 OS 自身がどっかにファイル書かないといけないんですけど、これをですね、実はカーネルの中で GCOB が作り出している、まあ、あの参照テーブルなんですけど、参照テーブルを、ユーザー空間にですね、仮想ファイルとして、まあ、出力するというか、まあ、見せかけるというようなですね、機能を持っています。で、デバッグ FS のこの GCOB の下に出てくるようになります。なので、基本的にはもうテストを走らせて、ここのファイルを取ってきて、で解析すればあの中身が見えるという、非常にあの簡単になりますと、やり方できます。で、まあ、イネブルメントに関しては、このコンフィグ GCOB カーネルというのを Y にしてやると。でこれで基本機能、フレームワーク自体は有効になりますと。で、じゃあ今度は、やっぱりカーネルって数万個のファイルできているので、あのやっぱりターゲットを絞らないと、厳しいんですね。で、このプロファイルオールっていうのがあって、これちょっと有効にしたいと思いがちなんですけど、これやると全てのカーネルにたあ の, のファイルに対して、プロファイルを取ることになるので、大変なメモリーがですね、消費されてしまいますので、私としてはあのお勧めしません。で、代わりに、GCOB のですね、サブシステムプロファイリングという機能があります。これあのそれぞれのサブシステムのメイクファイルをちょっと書き換える形になるんですけど、GCOB プロファイル、サンプルなんかだと、これだと例えばサンプル .c に対してだけやりたいというときには、あの C ファイルに対してこういうふうな形で書くことができます。で、そうじゃなくて、そのあるディレクトリーかの全部のですね、オブジェクトファイルに適用したいという場合は、こういった GCOB プロファイルでですね、イコール y というふうに書いて、メイクファイルの中に書いてですね、ビルドすると、基本的にはそこのディレクトリーの下にある全部のソースコードをビルドするときに、プロファイル情報が付けられるようになるということになります。で、ここからですね、その GCC や GCOB のですね、機能を使ってどうやってファンクションテストを書くかっていうんですが、まあ、これ基本的には非常に簡単で、まあ、初めにあの GCOB プロファイルを有効にしてあげて、ターゲットの GCOB プロファイルを有効にしてあげて、まあ、簡単なテストを書いてですね、で実際動かしてみて、でこの GCOB の結果を見ますと。でそこからどの関数が実行されてないか、どの関数が実行されたかとか、カバレッジがどうかとか、あんまり気にしなくていいです。ただに自分の書いたソースコードの
もしくはそこにあるサブシステムソースコードの中のどの関数が実行されてない、どのコードが実行されてないっていうのを見つけて、でそこを通るような、コードを書きましょうと。でそれによって、カバレッジ増やしましょうというような話になります。で、まあ、さっき言ったんですけど、このファンクションテストのですね、ゴールっていうのは 100% のカバレッジを目指すということではないです。ですので、基本的にはどのファンクションをですね、カバーしてがカバーされてないかということを探すんですけど、気をつけたいのはやっぱりそのテストをするときにですね、機能だけをテストしましょうと、インプリメンテーションをテストするということをやめましょうということですね。っていうのはやっぱり Linux のインプリメンテーション、バージョンによってどんどん変わっていきますから、そのラインをですね、全部カバーしようと思っても次のバージョンになったら必ず変わってきてしまう。なので、ここはちょっとこらえてですね、基本的にはフィーチャーだけと。であと、もう一つやっぱりあるのはその OS なんで、異常が発生したときにユーザーとかのアプリと違ってですね、いきなり落ちたりすることってできないんですよね。で、そこって厳密にやっぱりチェックしてパニック起こしたりバグ起こしたりするような形になってますけど、そこまでテストでカバーしようと思ったら、テストを走らせたために何度も何度もパニックを起こすことになりますから、これも本末転倒なんで、こういうところはやめましょうと。なので、基本的にはどの、機能が、実行されてないかということを見て、でその機能っていうのが本当にそのユースケースがありますかっていうこととか、あと本当にそれってフィーチャーなんですかっていうことを自分に問いかけながらテストを書くということになると思います。で、そこでですね、今回ちょっと対象として選んだのが、F-Trace テストということになります。で F-Trace ってご存知かとは思うんですが、Linux カーネル のトレーサーのですね、機能なんですけど、これトレーサー、いろんなトレーサーの集まり、コレクションになってます。でどのくらいいろんなものがあるかというと、トレーサー機能自体が10個あってですね、で、さらに、1700個のですね、イベントが、トレースイベントが存在していて、でさらにそれに加えて42個のオプションが加えてあって、でさらにその他のですね、入出力のオプション、ログのオプションとかがあったりするので、非常に大きなですね、システムになっています。で、まあ、この、デバッグトレーシング、シスカーネルデバッグトレーシングのところを見ていただくと、どんないろんな機能があるかというのは見えるかと思います。で、ただいいところはこのオペレーション、操作自体はすべて、このトレースエフェスと呼ばれているこのデバッグエフェスの下にある、ファイルシステムのインターフェースで行われるようになっています。なので、これをテストするための F-Trace テストというのを作っているんですが、これは基本的にはシェルスクリプトベースでですね、かけてしまいまして、まあ、テストケースをですね、いろいろ用意して、そこでシェルスクリプトでですね、この F-Trace のインターフェースを叩くと。でそれによっていろんなトレースのですね、機能を実行させたり、その実行結果が正しいかどうかを調べたりするというような、ことをしています。すでに50個のテストケースが追加されていて存在していてですね、でさらにこれ、他のちょっとコンビネーションとかもあるので、実際には70通りぐらいのテストは現在でもしているという状況になっています。で、これが、まあ、実際にですね、F-Trace テストを走らせるとこんな感じで表示されますよというのがこういったことになりますと、まあ、F-Trace テストというのを実行すると一個一個ですね、テストケースが実行されて、それがパスしたかどうかというのが表示されて、まあ、エラーになると一気にバーッとログが出るんですけど、まあ、そういったものを最後にサマライズして表示してくれるという形で、きれいな形で表示するようにしていきます。で、この F-Trace をですね、じゃあこの G コブ使って、プロファイリングを取ってみましょうということで、この、G コブプロファイルイコール Y というのをカーネルトレースメイクファイルに入れるということをまとめました。でこれ実はもうすでにアブソリムに入っています。でこれはちょっとまた後で、エラーを引き起こしたりしてちょっと大変だったんですが、まあ、これはアブソリムに入っていて、で、まあ、これを、まあ、あと流行にした上で、F-Trace テストを実行します。でその上でですね、Gコブのデータファイルをですね、コピーしてきて、
で、コピーしてきたものに対して、エルコブ使ってですね、処理をして、最後にまあ表示するという形になります。で、最初にちょっとこの、テストをですね、実行してみたときの結果がこういうふうになりました。まあ、全体的に、まあ、カバー率でいうと 63% カバーされているんで、そんなに悪くはないんですけど、やっぱりこういったところ、赤いところ目立ちますよねと。で、それぞれまあ 60% も超えている形なんですけど、やっぱり結構下がっているものとかもあったりして、どうしてこんなにひどいのかなというのもありました。一つずつはすみません、はい、関数ですか。あ、一個一個はこれファイルの名前になってます。ファイル名になってます。で、ファイル名 と、カバレッジ、これ、こちら側が LINE のカバレッジですね。行がどのくらいの行を、カバーされているか。で、こっち側がファンクションの、カバレッジレインになります。これちょっとファンクションで並べ直したんですけど、まあ、基本的にこのぐらい、半分ぐらいまでは、まあ、70% 超えて、75% 超えているのか。で、まあ、80% 近くカバーされている、まあ、これは大体カバーされているでしょうと言えるんですけど、やっぱりここら辺、もうこの辺りになってくると、実は他のサブシステムから使われていて、ちょっと Ftrace だけで使われているわけではないという部分で、止まってしまっているというところになります。これはちょっと改善のしようがないので、他のサブシステムからテストするしかないかなという感じですね。じゃあちょっとこの中ですね、いろいろちょっと あったんですけど、一つ例を挙げてですね、調べてみたところ、こういうのが見つかりましたと。まあ、ファイルの中にですね、読んでいくと、あ、この関数丸々1個実行されてないよっていうのが見つかって、何かなと思ったら、プリント系列プログイベントっていうのがあってですね、これ何でしょうかというとですね、実はこれ系列プログというリターン、関数のリターンをプログするための機能を使ってですね、イベントを生成するものなんですが、そのイベントがですね、ヒットしてなんかデータを記録したときにですね、そのデータを、表示するための関数なんですね。Ftrace の場合、一回トレースを、取るとですね、トレースデータとしてはフォーマットされてないデータがですね、生のデータがまずメモリに乗っかるので、ユーザーがそれを見ようとしたときにこの関数が呼ばれて、それをフォーマットしてユーザーがヒューマンリーダブルな形で見せるようにしているという形になっています。で、この関数が丸々呼ばれてない。でも Ftrace テストにはすでに系列プローブのですね、イベントのテストは存在したんですね。要はこのアウトプットチェックしてないよっていうことが分かったわけです。で、まあそうするとテストケースの、インプルーブは簡単ですね。要は今までチェックしてなかったトレースデータの結果っていうものをきちんと読み込んで、チェックしましょうというのを追加すると、まあ、予想通りですね、ここが青くなりましたということで、テストのですね、カバレッジを上げることができたと。こういう、まあ、地道な活動なんですけど、確実に、これのいいところは確実にどこができてなくて、じゃあどうしたらいいっていうのが理論立てて作れるわけですね。で、それによって無駄にテストケースを増やさずに、あ、これはこれ、これはこれっていう形で潰すことができます。で、まあ、そういった形でですね、見ていくと、まあ、大体テストされてないパターンってこのぐらいになりますよと。まあ、何かっていうと、ファンクション、機能がですね、単に触られてないと、使われてないですよっていう、まあ、例えばもうそのドキュメントには乗っかってる機能なんだけれども、誰もそれテストしてないよねっていうようなものが、まあ、大体ありますと。で、あとは、まあ、例えばそのメインな機能、主な機能はテストしてるけど、オプションつけたときに、動作っていうのを全然チェックしてないとか、そういうのもあります。あと、さっきの例で言うと、セッティングするけどベリファイしてませんと、セッティングした結果っていうのを確認してないよねっていうパターンがありました。例えばこれよくあるんですけど、セットなんとかっていうのを呼び出す、もしくは設定ファイルに何か書くっていうのはやるけれども、それが正しく動いたかどうか、もしくは正しくセッティングされてるかどうかっていうのを全然チェックしてないっていうパターンがよくあります。で、あとは、まあ、アンドキュメンテッドのフィーチャーですね。これやっぱりカバレッジし見て調べていくうちに分かったんですけど、やっぱりドキュメントに書ききれてない機能っていうのがあるんですよ。で、それはちゃんと
テストするのと同時にドキュメントに書いてやらないといけないよねっていう話になりました。で、最終的にですね、何個かあのパッチを打ってですね、改善したのがこちらの結果になります。まあ、さっきと比べて若干良くなったという感じなんですけど、まあ、70.6% の全体としてはカバレッジ上がりましたよと。で、まあ、さっきこのぐらいまで赤かったのがちょっと若干改善してこのぐらいまでになりましたよという感じですね。で、まだちょっとここら辺にあの改善の余地が残っているので、それはまた今後あの改善していこうとは思っています。で、まあ、あのカバレッジやっぱりあの取りながらテストを書いていくですね、罠がやっぱりありますと。どういう罠かというと、やっぱりあのテストでですね、カバレッジ増やしたい、カバレッジこれはカバ、 あのカバーされてないということでガーッと突き詰めていくと、なんかあれ、カーネルがハングしたとかですね、そういうことになりますと。で、これもしテストがなんかあの何かを壊しだしたら、非常に悪いシグナルですよ。これ多分ただのバグだから早くバグ直しましょうっていう話になるわけです。で、もしくはこうなんかストレスをどんどん与え出す、あの例えば OM キラーとかですね、発動させるぐらいまでこう追い込んでしまう、いろいろなところをカバーしようとして、でそれもいやこれは非常にあのストレステストになっちゃうんで、これもファンクショナルテストじゃないですよ。まあ、関連パニック起こしたりとか、まあ、あとですね、どうしてもカバーされないところがある、残っているということで、エラーインジェクションとかを始めたりすると、もうこれは完全にファンクションテストの域から出しているので、気をつけましょうというような話です。で、まあ、こういった形でですね、改善してきたんですけど、まあ、サイドエフェクトとしてですね、まあ、プスライドとしてですね、いろいろありましたと。まあ、一つはあのドキュメンテーションのインプルメントできましたよと。要はさっき書いたあのアンドキュメンテッドの機能を見つけましたよとか、あとオーファンドファンクションですね、関数、この関数に至るあの呼び出しは何なんだろうと、この関数使われてないけど何なんだろうっていうふうに調べていくと時々あるんですけど、昔なんか追加したんだけど、追加した理由になった機能が削除されてしまっていて、でも追加されて残ってるとかですね、そういったのも、あとは、まああの開発者が一時的につけたんだけれども実はいらない機能だったみたいなのを一つ見つけました。すごい。これはあの実際にはテストを書いて投げたら、あの他のメンターの方からごめん、これはもうなんか一時的につけたやつだからいらないとか言ってですね、消すことになったみたいなやつもありました。いい話で、あとはやっぱり本当のバグが見つかった話ですね。まあ、ブロックトレースでなんかあのよく見てみたらこれおかしなやつ挙動するよとか、あのスタックトレースフィルターがなんかまともな動きしてませんとかいうのを見つけて、実際に直したというような話もあります。でちょっとこれ書いてないんですけど、実はもう一つあって、カーネル時刻、時刻カーネルの機能も実はバグがあって、あのうまく、他のオプションとコンビネーションしたときにですね、うまく動かないっていうバグが今まで見つかってなかったとかいうのがありました。しかもアーム上で見つかったんで、ちょっと厄介なことになって、あのいろいろと話をして修正しました。まあ、こういった形でですね、まあ、今回あの時刻使ったら、簡単に、テストをケースを増やすことができるよっていうことを、まあ、紹介したくて、こういう発表して、あのいやね、今のコネクトの場を使ってですね、発表してきました。で、本当にエフトレスです。ですね、時刻を使うと非常にですね、簡単にあのテストケースを増やすことができるので、皆さんもそのできればですね、テストの自動化だけではなくて、テストケース、その自動化されたテストでですね、テストケースを増やすっていう活動にもですね、できれば参加していただければなと思います。まあ、あとはあのフューチャーラブですけど、まあ、これまだあのカバーしきれてないんでやりましょうっていう話と、あとなんかあの事故を見てたら、これラインごとの、カバレッジってあんまり重要じゃないんで、関数どれが使われてるかどうかっていうだけでいいよなと思ったら、多分エフトレースとか使えばあのできるんじゃないかと思い出したので、それもちょっと試しにやろうとはしています。以上になります。何かご質問とかありますでしょうか。
これ環境は、86上でやられてる。はい、あの開発自体は86上でやってます。で、ちょっと時刻とか試してるとあるんですけども、あのクロス環境で使おうと思うと結構面倒で断念した記憶があるんですけど、それって試されたんですか？クロス聞けるんですね、Lコブの方。あ、Lコブってダメなんだっけ。多分どっちもそのクロスコンパイルした環境がきちんとあればできるとは思うんですけど、あの要はあの相対パスがきちんとし、あ、相対パスじゃない、絶対パスがきちんと通っていれば同じになるのかなと思ったんですけど、っていうのは今 x86 ですけど、実はあの試しにやった x86 のカーネルは QM 上で動いていて、全く違う環境上で動いたやつを、GCOB の情報だけコピーして、ホストの方にコピーしてきて、で解析してるんですよね。なのでもし何かあるとすると、あり得るとしたら、あのクロスツールの方でちゃんとサポートができてないのかもしれないですけど、あのその時は Lコブ自体のビルドに鈍角圏が多すぎて断念した。ああ、多分 Lコブ自体はあのなんていうかな、あのアーキテクチャ依存な部分はないはずなんですよ。あと一緒にその HTML に変換したりとか、いろんなおまけがついてて、はい、関連をあの簡単に切り出すのは、まあ、面倒だったということなんですね。そうですね。多分あの、お使いのディストリビューションで、Lcob とか GCOM のパッケージが用意されていると思うので、それインストールして、ローカルではそれを使うことにする方がいいんじゃないかと思います。ちょっと僕もこれはあの今後やってみたい課題ではあるんですけど、はい、自己を触ってみようと思ったきっかけは何だったんですか？あれ、僕もちょっとよく思い出せないんですよね。ある日突然ケージが降ってきて、自己を使いなさいとか。いや、あのエフトレステストをとりあえずあのエフトレステストのメンテナーなんで、増やして、あのテストケース増やさないと、なんかどうもテストできないケースがいっぱいありそうだっていうのですね。で、どうにかしてやりたいんだけど、何カバーしてるのか今でもよくわからんっていう状態になっていたんで、なんかカバレッジツールとかいうので検索して、あ、GCOB とかいうのがある、で、そこであの Linux パネルで調べてみたら GCOB あるじゃんみたいな感じになったんだと。これ多分やり始めたのは7月の終わりぐらいで、その時に初めて多分時刻触って、これだったらできるみたいな感じになったと思いますね。他に似たようなツールみたいなのが特別検討というのは特に見つかりなかったとか、そういう感じですか？そうですね、あんまり、その時実は時間なくて検討してる理由もあったので、これでいいじゃんってそのままいっちゃいましたね。はい、テストそのものを、あ、すいません、あんまり本質的じゃないかもしれないですけど、テストを始める前にリセットみたいなのってできるんですか？はい、できます。はい、あの GCOB のですね、あのディレクトリの中に、これが書いてないんですけど、書いてなかったか、書いてないか。実はここの、sys カーネルデバッグ GCOB っていうところの下にですね、ビルドパスだけじゃなくて、リセットってファイルがあって、このリセットに何か書き込むとリセットされるっていう、ゼロにされるということですね。そのテストが純粋にどれだけ変わったかっていうのは、それは。はい。ちなみにエフトレステストの場合はもう、あの実はエフトレス自体が起動時のセルフテストっていうのを持って、ブートセルフテストっていうのを持っているので、それも含めてのカバレッジを調べようと思ったんで、実はリセットはしてないです。松本さん、いや、単純に自分がカーネル周りも含めてテストの勘どころが全然なくて、分かってない。釣り的には、今ちょっと開いてみます。ツールズ、テスティング、セルフテストの下にいろんな、はい、今見たすごいファイルがいっぱいあったので、
それが KSF テストですね。じゃあ自分がこう関与しているサブシステムでちょっとテストやってみようって思ったら、この辺のファイル開いてどんなのやってるかなって見ると、そうですね、はい、取っかかりとして良さそう。今度の時にエラーケースとかっていうのは除いてるそういうカバレッジという意味ではエラーケースも入った状態ですね。はい、ただもちろんリカバリーできるエラーっていう形なんですけど、はい、たまにそのエラー最終エラーじゃないですけど、エラー関数とかあると多分それは通りませんっていうような事項になってきます。はい、それがあるんで 100% には絶対しないようにっていう形で、うん、基本的にはもうカバーできる、よくあるのはメモリ壊れてとかですね、使い方悪くてそこに陥るっていうパスっていうのがあるんですけど、まあ、そこまで追いかけると大変なんでそれやってないです。じゃないです、よくまああるんで100個通ってないのどう説明しよう無理だよねっていう理由じゃないよねっていうのはそうですね、どうせまあそれはレグレッションに入らないんで。じゃあどうもありがとうございました。ありがとうございました。